今日はね、病を癒す賜物っていうところでね、三拍子の祝福、ヨハネの手紙、第3の手紙のね、魂が幸えるように、すべてのことに、実際的なすべてのことに幸える、そして健やかであるように祈りますってね、イエス様のお弟子さんのヨハネさんがそういう手紙を書いてる、聖書の。魂と実際問題と病と。で、今はね、ずっと病の癒しについて、学んでるんです。私も教えてるとは思わない。一緒に学んでる、皆さんと一緒に学んでると思ってくださいよ。病癒す賜物なの。神様は、イエス様は、聖霊様は、教会にいろんな賜物を与えてくださった。くださっている。教会を通して人々は救われるし、教会を通して、いろんな祝福に預かるわけです。だから魂も実際問題も、健康の肉体の癒しも、祈りますと言ってるのが、そのヨハネさんは教会の代表者ですから、教会それしますよっていうことなの。だからそれしなきゃいけないっていうことでもあるんですよ。本当に信仰に忠実に生きようとしたら。だけどね、日本の教会ってね、今の世界の教会もそうですけどね、病を癒す賜物を持った教会っていうかね、その人物、クリスチャンね、そういう人ってなかなかいるもんじゃない。だけどイエス様信じた皆さんね、去年洗礼を受けられた春山さんも癒しの力を神様から与えられている。ドクター坂本ももちろん目のお医者さんですけど、賜物与えられている、能力与えられている。洗礼を受けてまだ日の浅い雪野さんだって癒しの賜物、癒しの力与えられているの知ってるかな。雪野さんが誰かお友達のインフルエンザのために祈ると癒されるということはあり得るんですよ。あるんですよ。私も18歳の時教会行ってね、本当に悔い改めてね、救われたと思った時からね、全ての集会出てね、それで今日この人のために癒しの祈りをする人いませんかってもんですから、私ね、はいって手を挙げた。恥ずかしげもなく。誰だ、電気屋さん、社長さん、何の病気、がんだ、がん。それで私ね、お祈りしたんだけどね、癒されなかった。進学校行ったんだ。彼は教会もちろん残ってる。私、教会が浦和に行っちゃったんだ、東京から。進学校でももう一人の兄弟と一緒に祈ってた、それで時々なんかそのうちな教会に帰った時に訪問もしたんだ。すっごく喜んでくれた。だけど亡くなった、亡くなった、だけど神様は今のコリントの12章ですね、28節ですね、神は教会の中で人々を次のように任命したとこう言ってる。第一に使徒、ヨハネたちにね、使徒、アポストル、使わされた人、預言者、神の言葉を扱う預言者、次に教師、聖書を教える人、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者と、ここに出てくる。癒しの賜物を持つ者、賜物、癒しの賜物があるっていうことはね、ただ幾野さんが癒しのために祈るのとは違う。幾野さんは癒しの賜物を持ってるって言ったらね、これ大変なことになっちゃう。
それでその人病人がね癒されたらね大変なの。この教会は週末の教会の終わりの時代のリバイバルのために祈ってるんですけどね、リバイバルでなぜ教会に人々が来るか、その一番大きい一つの目的はね癒しなの。もちろん救いもそうなんだ、一番救いが一番の土台中の土台ですけどもね、うん、癒されたから天国行くわけじゃなくて、救われたら天国に行く、うん、その天国に行ける救われた人が神様に祈って誰かのための病気にのために祈ると癒される、うん、それはまだ賜物じゃないの。賜物ってのはね、聖霊様ね、クリスチャンは全ての人はね天から下ってきた今の第二の助け主、イエス様が第一の助け主でしょ。天から下ってきた第二の助け主は聖霊様なの、ね、イエス様を信じたあなたの中に聖霊は宿っている、宿ってるけれども、その方は神様ですから全能の力を持ってる、ありとあらゆる力を持ってる、奇跡を行う力を持ってる、教師の力を持ってる、うん、はい、その方が私たちの求めに応えて、うん、癒しを行う力を特別に与えてくださった場合、それは癒しの賜物とこういうの、賜物、英語ではギフツという、ギフツ、贈り物だ、ね、神様からの贈り物なんて、ギフツに S がついてるというのは、賜物がね、いくつか複数あるよという意味なの。癒しの賜物なの。韓国の私が尊敬している、亡くなっちゃったけれども、ハレリおばさんという人はいつもいつもね、断食ばっかりしてたおばさんなの。世界一の教会を作ったおばさんなの。それでその同窓生の若い青年が今主任牧師でやっておられる、はるか年の若い人、ね、自殺を図って、図る前に一回だけ教会行って、そこで救われて、そして彼は断食をして祈る器になった。どうして、うん、聖霊に満たされたから、聖霊に満たされた、ね、2000年前の教会はね、イエス様信じるとね、すぐその人のところに行ってね、ペトロとヨハネさんたちがやってきてね、手を置いて祈る。何祈るかというと、もう救われてるからね、洗礼もちろん授けてるんですけれども、その後に聖霊に満たされるように祈る、うん、カソリックの教会はね、赤ちゃんの時に洗礼授ける教会もあるらしい、カソリック教会だけどね、多くのカソリック教会ではね、献身礼というのが固める、信仰を固める礼、儀式礼典、献身礼、コンファメーションって英語ではね、コンファメーション、信仰を固める儀式がある。12、3歳ぐらいになるかな、11、15歳になると献身礼をやるらしい。うちの近所の四谷教会はどうか知らないです。献身礼、コンファメーション。献身礼で神父さんは何するかというと、うん、祈る。何を祈るかというと、聖霊に満たされるように祈る。聖霊に満たされるように祈る。それがコリントの前の使徒行伝の8章に出てくる。8章。エルサレムの人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いた、救われたと聞いた。ペテロとヨハネをサマリアに使わした。ペテロヨハネは下って行って人々が聖霊を受けるように祈ったの。使徒行伝の8章の14節、うん、2人は下ってて祈ったの。イエスの名によってバプテスマを受けていただけで聖霊がまだ誰も下っていなかった。2人がその洗礼を受けた人々の上に手を置いて祈ると聖霊を受けたという。聖霊を受けたからイコール聖霊の癒しの賜物じゃないですよ。聖霊は癒し主でもあるし、うん、
奇跡を行う力を持っていらっしゃるし、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、すべてそういう、ね、性質も与えてくださる。神の性質を与えるし、今のコリントの12章ずっと出ておりました。知恵の言葉、知識の言葉、信仰のたと、奇跡の賜物、霊を見分ける賜物、はい、そして癒しの、はい、その賜物もそこにあった。癒しの賜物を与えられる、ある人には。だから優れた、ね、素晴らしい賜物を祈り求めようと、この聖書コリントの手紙書いたパウロさんはそれを進めている。ということで、この教会、私たち、癒しの賜物を、はい、求める必要があるし、また、ね、癒しを祈る必要もあるの。賜物がないからってね、じゃあやめますというわけにいかない。あるないじゃなくて、誰かのために祈ってあげる、それで奇跡が起こることもあり得る、癒しが起こることもあり得る。奇跡と癒しとはちょっと違うんですね、レベル。肉体の癒しなの、魂の癒しなの。奇跡は、はい、自然界に普通ありえないことが起こることを、これ奇跡と呼ぶ。ということで、はい、時間が来てしまいましたけれども、はい、教会にその賜物を持って人を神様置いてますよ。みんなが奇跡を行うものでしょうか、いいや違います、威厳を語るものでしょうか、いいや違います。一人一人それぞれ能力を、賜物を神様から与えられることがある。一つもない人もあるけれども、はい、求める必要がある。信仰を持って祈り求める必要がある。そうすると人々を伝道する賜物もその一つなの。で、経済的に人々を助ける、慈善をなして施し与える、ね、アメリカの有名なロックフェラーなんてそうでしょ、ものすごい世界の助けてるでしょ、日本の国を助けてるでしょ、慈善をなして施し与える、これ賜物なの、はい、助ける賜物もそうなの、ある人は独身の賜物ってものを言うんです。独身も賜物だって。ということで今日は山を癒す賜物です、はい、これを求めてください、そして人々のために祈ってください、はい、それは教会の重要な働きですよっていうことになる。昨日と突然一人の人がね、やってきたの。藤森兄弟がね、階段の掃除やってたの。私、ワン君連れてね、マッサージ屋さん行こうとしたらね、牧師さんって言ってね、今、新しい人がやってきました。話があるそうですって言って、ね、私にね、案内した。その人ね、花巻からやってきた人。見るからにそれ分かる。家庭の問題、子供の問題とか、なんかそういうことで悩んでると。どうもね、その目的というか内容がはっきりしない。ですから私ね、近所の、ね、児童相談所にねまず行ってください。そして教会では、花巻ではここでね集会やってるから、あなたもその集会にまず来てみてくれませんかっていう話してね、時間がなかった、それでお別れした、ものすごい困った時に人は人間教会来るんですね。今日午後はね、ちびきやけのね卒業卒団式あるんだけど、みんなね、立派な家庭持ってるの。言うならお金持ちのね、家庭なの、若者だから。教会に、中野牧師に来たときに、相談がありますなんてね、来るもん、人いない。去年あるときね、
私ね、電話かかってきた、監督と誰かから。こう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 、こういうことだっつって。難しいね。うちわもめの話を私ね、したんですけど、ああ、そうですかって聞いてね、それでね、一件落着になって終わったんですけど、まあ、その二人がね、仲直りしてね、信頼関係を回復したんならいいですけどね、そうはいかないでしょうけどもね、とにかくね、私にね、持ってきたんです。だから私もね、そのことに対して処理を、ね、したわけですけど、癒しの賜物、これも教会に与えている神様、奇跡を行う賜物を与えている。あなたにも神様は救いを天国に行かせるだけじゃなくて、この地上で人々を助ける、教会の働きをする、そういう人間にしようとしているってことを覚えてください。田口さんが教会の映画界のいろんな、ね、修理をしてくださって、それ管理の賜物、管理する教会の奉仕の働き、ゆかさんも、ね、いろんなものを作って私の伝道の協力をしておいてください。おばあちゃんやいとこやってないんで、たくさん私もね、物を送ってきました。そして彼らを洗礼につなげていきました、それも賜物なんですよ。賜物なんです。自分の自己満足じゃない、自分の何かの目的も入ってるかもしれないけども、神様が用いようとしているんです。重要なんです。後ろに春山さんが俳句を作っておってください。で、田沢湖の阿部さんも校長先生も俳句作るようになった。今二人の人がこの盛岡と田沢湖にいるんだ。春山さんの俳句は教会に関する俳句なんですよ。やっぱり正直なんだ。去年です、校長先生、春山さん夢の中でイエス様に会ったって。大変な出来事ですよ。私あれからずっとまだね、イエス様に夢の中で見たことない自慢じゃない。春山さんそれ見たって。大変な出来事、ということで時間ですよということですので、そこまでさせていただきます。感謝してイエス様何をとるんですか。アメン。お元気ください。最後の賛美、347番リバイバルが始まった。色だって献金をして終わりたい。初めてのことを覚えて348番。白馬ね、37番です。ごめんなさい。リバイバルが始まった。
癒しの祈りをさせていただきます。今日の賜物の癒しの祈り、天のお父様ありがとうございます。今日の御言葉をお伝えします。教会に癒しの賜物を与えてください。我ら人々に癒しのために祈る力を与えてくださることを感謝いたします。どうぞ前におられます兄弟子のお一人人の上に豊かに臨んでください。その魂に触れ、肉体に触れ、どうぞ主がどうぞ解放を与え、癒しを肉体に与え、イエス様の流された血潮を裂かれた身体の傷、どうぞその栄光が素晴らしさが豊かに表されますように助けてください。魂をイエス様の皆によって前に命令する、完全に健やかになれ、健やかになれ、癒され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 、聖霊様どうぞ魂の解放を与えてください。お願いをいたします。どうぞ認知症や様々ありますけれども、どうぞ神様魂に正しい判断力、正しいどうぞ知識、正しい感覚を与えてくださいますようお願いをいたします。どうぞ肉体のやめるところ、風邪を癒し、インフルエンザを癒し、糖尿を癒し、どうぞ腫瘍を取り去り、どうぞ主が豊かにお一人人のどうぞそのやめるところに見ておいてください。足腰膝をどうぞ、また今入院したり通院しております、どうぞその方々の怪我、またどうぞ骨折、どうぞ骨骨にまで、あなたがどうぞ血管にまで癒しの御業をなしてくださいますようお願いをいたします。イエス様の歌いで傷によってあなた方は癒された、イエス様の歌いで傷によってあなたは癒された。聖霊様どうぞ豊かに働いてください。お一人一人に信仰を与えてください。どうぞあなたのことを受け入れることができますように助けてください。感謝します。すでに得たりというこの信仰に与えてください。イエス様の名によってお祈りします。アメン。それでは最後に聖詠祝と神様を褒めたたえる歌ですね。父御子御霊、賛美歌のインマヌエル賛美歌7番、その黒い賛美歌の7番。神の愛、聖霊の親しみを交わり、御前にあります愛する兄弟姉妹たちと共に今も後もいよいよ限りなくあらんこと。アーメン。アーメン。